こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。02016年に30数回にも及ぶ試験飛行を終えたのが三菱重工業製の X2 実験機、通称新進であるが、その実験結果が反映された国産戦闘機の開発は未定の状況にある。国防という観点及び自国内での航空技術の維持、発展という命題からは、国産の戦闘機開発を推奨する声がある反面、開発コストと性能を鑑みた場合難しいとの声も聞かれる。X2、新進は、そうした意味でも次期国産戦闘機の試作機ではなく、あくまで機体のステルス性能と機関部を中心にした先進技術の実験に使用された実験機だった。この実験にはこれまでにおよそ400億円規模の予算が投入され、アメリカ、ロシア、中国に続いて世界で4番目に飛行したステルス戦闘機となった。X2、新進において実証試験が行われたのは、主としてその高度なステルス性と高い運動性能を実現したエンジンを上げることができるだろう。まず、X2、新進の機体には、世界で初となる電波を吸収する複合素材が用いられており、敵のレーダーに捕捉されにくい高度なステルス性能を実現させていた。また2つ目のエンジンに関しては、IHI が開発した推力5トンに及ぶ XF-5 と呼称されるツイン方式の、ジェットエンジンが搭載された機体であった。このエンジンは、X2 新進でのテストを経て、推力を最大で約3倍にまで引き上げた XF-9 として実用化に、向けたさらなる開発が続けられている。XF-9 の最大で約15トンにも及ぶ推力は、現行の F-15 戦闘機や F-16 戦闘機のそれが13トンであるのと比較しても、格段に強化されたエンジンと言えるものだ。これらステルス性、エンジンと並行して研究が進められているのが、先に敵を発見するための最新鋭のレーダー設備だ。海上自衛隊のイージス艦や陸上のイージスアショアの、システムにも使用される方式のこのレーダーは、戦闘機に搭載するための小型化が進行中だと伝えられている。また、ステルス戦闘機として避けて通れない重要な課題が、実装する兵器を機体のステルス性能を損なわないように格納する、ウェポンウェイの技術だと考えられる。これは、従来の F-15 戦闘機や F-2 戦闘機では主翼や胴体の下部に懸挂していた兵装を機体の胴体内に収納し必要時に開閉させるもので高度な技術が要求される。こうした技術的な面からもそれを兵器として十分な性能を備えた機体として一足飛びに国産のF-3 戦闘機として開発、実用化することには、高いハードルがありそうだ。かつての F-2 戦闘機の導入においても、当初は純粋な国産化を志向していたにもかかわらず、政治的な配慮もあり、最終的にはアメリカとの共同開発に落ち着いた経緯もあった。そうした政治的な側面も含め、現時点で F-3 戦闘機を国産化できるか否かは未知数であるものと言わざるを得ないのが現状だろう。
そもそも世界的な潮流を見れば、莫大な予算を必要とする戦闘機開発を自国のみで行うことはかなり難しくなってきていると考えられる。現時点において、自国のみで戦闘機開発を実施している国は、アメリカ、ロシア、フランス、スウェーデンの4カ国しかなく、ここに日本が名を連ねることは疑問視されるのだ。2016年以降、F3 戦闘機計画2について、それまでの自国開発に加え、アメリカやイギリスとの共同開発を、行う可能性が示唆され始めた。このうちアメリカとの共同開発案は、ロッキード・マーチン社の F-22 ラプター戦闘機と F-35 戦闘機を折衷したものであり、日本仕様にするといった期待だ。またイギリスとの共同開発案は、その次世代戦闘機タルテンペストの開発に日本も参加するというものだが、これは実用時期が日本側の希望よりも遅くなる点が懸念されている。もともと防衛省は現行の F2 戦闘機の退役を睨み、2030年代の初めには F3 戦闘機を配備し、ロシアや中国のステルス戦闘機に対抗するという考えを表明していた。ここで求められている F3 戦闘機は、先に述べた内容を含み、高度なステルス性、長大な航続距離、大型のウェポンベイを備えることを要件としている。これらの3点を 100% 満たす理想の戦闘機は、現状では世界に存在しないため、その意味では自国開発しかないとも言えるが、1兆円を超すとも、言われる開発費が重くのしかかる。国内の航空技術の維持・向上には、国産の F3 戦闘機実用化が必須であるとする。関連企業や関係者の声も囁かれるが、未だ結論には至っていない。しかし2019年4月、トルコはロシア製のミサイルを導入したことから決定されていた。F-35 戦闘機の導入を、アメリカから報具にされた。日本がアメリカと敵対する国からの兵器購入をするような事態は考えづらいが、いざという場合への備えを考えさせられる事態ではあるだろう。今、現在次世代戦闘機が持つ役割は、高性能なものになっている。やはり、一番は追尾してくる援護機の存在だろう。自分の影武者的な存在で、自在に追尾してくる。必要なら、その機体からミサイル発射なんてことも。アメリカでは、ロッキード・マーティン社とボーイング社とあり、技術提供はされていないが、将来共同で戦闘機を作る時代が来るのかもしれない。英国ではテンペスト計画が発表され、共同での生産を目指している。これに日本も参加要請が来ていたが、自国だけで F3 戦闘機を作るメリットがあるのか、それはあると考える。次世代ステルス戦闘機を数多くではなく数少なく持っていて、 F3 戦闘機が空の作戦参謀となり、攻撃や偵察などを行い、作戦実行は他の機体が受け持つこともできる。大型の F-15 戦闘機にそこは任せて、 F-3 戦闘機は偵察、状況把握などに特化し、影武者のドラグーンなどを前面に出して戦闘する。これに耐えるパイロットを養成しなくてはいけないが、何よりも
開発費に巨額のお金が必要になるし、また時間もかかるだろう。すぐに作るぞで作れるものではない。あとは米国次第ではないのだろうか。F2 戦闘機の二の舞にだけはならないよう願っている。